熊パワーは、熊本朝日放送で、2014年3月31日から2019年3月22日、毎週月曜から金曜に放送されていた、夕方ワイド番組。2012年4月2日から2014年3月28日までは、番組タイトルが、ニュース情報ライブ熊パワー、同年3月31日から2017年3月31日までは、 つながる情報テレビ熊パワーだった。また、当時の副題に熊本パワーステーションとあるように、熊パワーとは、熊本パワーステーションの略称である。2012年3月30日まで、熊本県では、民放4局の内熊本放送、テレビ熊本、熊本県民テレビの3局が夕方ワイド番組を編成しており、熊本朝日放送については17時台に、 東京発のスーパー J チャンネルと毎週金曜日のみローカル番組ふるさと情報局を編成していた。このうちローカル編成を帯番組に発展させるとともに18時台枠の株ニューストレーント統合枠拡大した夕方ワイド番組に改める。これにより2012年4月当時、熊本県内の民放テレビ各局はすべて夕方。 ワイド番組を編成していた。2013年4月1日改編で、テレビ熊本が夕方ワイドを撤収して午全体のローカルワイドに移動したことから、現在は熊本県民テレビ、熊本放送の夕方ワイドと競合している。毎週金曜日に放送されていたローカル番組、ふるさと情報局も本番組に引き継がれ、番組内で放送されていたコーナー、 町の宝物と新発見伝熊本は本番組の一コーナーとして引き続き放送されていたが町の宝物は2014年3月28日をもって終了新発見伝熊本については2014年3月をもって本番組での放送を終了し2014年4月から2017年3月までは毎週金曜 14時30分14時40分に2017年4月から2017年9月までは毎週金曜5時10分5時25分に放送していた。なお、2017年9月29日をもって最終回となった。全国高校野球選手権大会シーズンになると番組放送を18時48分で終了し、18時50分から 出場校の紹介の番組や、当日行われた熊本県大会の試合結果を伝える番組を放送する。また、全国高等学校野球選手権、熊本大会期間中は、ニュース情報ライブ熊パワー時代は17時36分放送開始、18時48分放送終了の短縮放送となった。2014年度は、 大会期間中の7月14日から2週間、16時53分まで中堅放送のため、16時台は放送休止となった。2018年は1回戦から放送したため、1ヶ月休止となった。兄弟番組の熊パワーも1ヶ月休止となった。2014年3月31日改編より、ローカルパートを拡大させるとともに16時台に移動。タイトルも、 つながる情報テレビ熊パワーに改められ、18時台のニュース枠も熊パワーニュースとなる。同時に、J ちゃんの17時台フルネットも2年ぶりに復活する。なお16時台が放送休止の場合でも熊パワーニュースは通常通り放送されていた。この場合はメインキャスターの松原大輔とタタラカナは出演せず、 ニュース担当キャスターの土屋隆弘と女性アナウンサーが出演していた。2015年4月6日放送より全面リニューアルし、女性 MC に元特アナウンサーでフリーアナウンサーの野田晃、16時代のニュース担当キャスターには2012年4月2日、 放送マイナス2014年3月28日放送のニュース情報ライブクマパワーでメインキャスターを務めていた船津まゆみを再び起用した。2017年4月3日より放送時間を16時50分までに縮小し、18時台のニュース枠はクマパワーニュースからスーパー J チャンネル熊本に引き継がれ本番組に内放されていた J ちゃんを呼び、 J ちゃチャン九州、沖縄はそれぞれ独立番組となった。女性 MC の野田亜コは卒業となり、松原大輔が単独 MC の一人となった。熊パワーが2019年3月22日をもって、終了、同年4月1日からは、熊パワー J が開始する。MC には、田中森佐官、ニュースキャスターには、船津真由美、柴田里美を起用する。 休暇時は、熊パワー MC の土屋高博が代行する。体調不良時は、亀吉、土屋高博が代行する。いずれか1名の未出演。ニュースコーナーがない場合は出演しない。不熱休暇時は、土屋高博か、田中森左官が代行する。コメンテーターは1日に3人出演する。月曜火曜水曜木曜金曜。ありがとうございます。